オリーブオリーブオリーブ誰一人。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル、今日のテーマは、米住宅ローン延滞率急増、住宅バブル崩壊危機でございます。はい、まず本日12月14日米国の大統領選選挙人投票日でございます。ご存知の方も多い通り、トランプ陣営は未だ自分たちが勝利していると主張し、米国の政治情勢は、混迷を極めております。さあどうなるんでしょうかね。はい、そんな中でですね、これとても大事でございます。米国の MBA 住宅ローン延滞率、こちらはですね、まあコロナ禍以降ちょっと下がったのは下がったんですけれども、直近の数字でですね、まだ 7.65% だと、つまり住宅ローンを、延滞する人が激増しているということなんですね。まあそりゃそうですよね。コロナ禍でみんな、まあ職を失ったりしていろいろ大変なわけです。ということで住宅ローンが払えない人急増していると、まさにアメリカのまあ住宅バブル崩壊リーマンショックのですね、同じような状況が実は水面下で極めて進んでいるということなんですね。これ過去に1回2回ぐらい言いましたね。米国で数百万人が強制退去の危機にありますと、政府の退去猶予の期限切れと、年末にですね、今コロナ禍の、いろんな経済措置でですね、もし住宅ローンが払えなかったり家賃が払えなかったりしても強制退去しなくていいよという、今法的措置があるんですけれども、これが年内で一旦切れるということなんです。そうすると数百万人の人がアメリカで一気に家を失うかもしれないということで、問題になっておりますが、もう12月14ですよね。あと半月しかないんですね。このロイターの記事で言うとですね、12月26日に推計1200万人の失業保険が切れます。また12月31日までに教育ローンの返済凍結や家賃支払い者の強制退去猶予の措置なども終了するということで、12月末に一気に様々なものがですね、まあ補助が切れると。まあ日本でもこれ多少似たような状況がありますが、アメリカはもっとひどいと。これ年末大丈夫でしょうかということなんですね。こちらはアメリカの新規失業保険申請数と、これ結構定期的に出しているんですけれども、これ毎週出る数字ですが、最近上がってるんですね。減らずにむしろ増えているんです。そして何よりリーマンショックの時の最悪の時より今も悪い状況、かつ、減ってない、なんならちょっと増えているという状況ですね。この状況で年末迎えるとやばいですね。そして今アメリカの下院が、民主党が多数ということなんですけれども、アメリカの上院がですね、今大きな話題になっているのが、ジョージア州がですね、決選投票になる、んです。まあ今、決選投票の準備をしてるんですけれども、これによって、民主党が、まあ大勝ちすればですね、民主党、共和党が同数になる可能性があるということなんです。しかし、今、共和党の方がですね、まあ普通に言うと、これ上院は共和党が若干、議席が多くなるんじゃないかということなんですけれども、そうするとですね、民主党と共和党で調整がつかない、いろいろと。で、今話題になっているのはこれですね、アメリカのコロナの追加経済対策の中身が決まらないと揉めてるんですね。揉めてる状況で年内、様々な、まあ、補助が切れると。本当にこれ大量の住宅強制退去者が出るんじゃないですかね。これ大丈夫ですかね。あと半月ですよ。やばいと思うんですね。もちろんこのアメリカの混乱は世界中に波及します。まあ何事もなければね、まだいいんですけれども、
こちらがアメリカの FRB の不動産担保証券 MBS の保有額です。モーゲージパックトセキュリティと、これつまりですね、これ今まだ増えているということなんです。これリーマンショックの時からですね、FRB は買いまくっていてですね、一回なんとかそれを減らそうとしたんですけれども、できずに、今回のコロナ禍でまだまだ不動産担保証券を FRB が買いまくっていると。これが不動産担保証券が焦げつくたびに FRB が購入しているということでですね、問題を先送りにしていると。どんどん先送りにしていると。送ってるだけでですね、爆発したものはですね、バブルが爆発したらそれは、結局みんなが支払わないといけないんですね。問題がより大きくなっているということなんです。FRB の購入限界、これはつまり、量的緩和の限界が来た時点で、とてつもないバブル崩壊が一気に来るということなんです。なのでもうこれはしつこいんですけれども、FRB はあと2年ぐらいの購入力は多分あるように思います。思いますというのはこんなもん誰にもわかりません。やったことありませんから。しかしもう5年は続かないだろうなと、僕は思っているんです。なので2025年頃からドルのインフレが加速し、加速するんですから、もう指数関数的にハイパーインフレに向かうと、いうことなんですね。これが次の金融危機の恐ろしいところだと。本当はコロナ禍で一回バブル崩壊させとけばよかったんですけれども、もうそれすらできずにですね、問題を先送りしたんですから、とてつもないバブル崩壊が次一気に2025年頃に来ると。あと4年ぐらいですよということなんです。皆さん準備はできてますかということなんですね。こちらもう本当に何度も出しました FRB の総資産ですね。リーマンショックの時に、一時的にこうバンと買ってですね、その後買い続けたわけですけれども、今回のコロナ禍で買った金額の所得もリーマンショックの時、誰が見ても明らかなんですね。リーマンショックの時よりもですね、はるかに早いスピードで、量的緩和、金融緩和を行っているということなんです。なのでもう事態は指数関数的に悪化しているので、もうこれは無理だということなんですね。いわゆるネズミ山的ってやつですね。ある種ネズミ講みたいになっちゃってるという。ネズミ講がなぜダメかというと、ネズミ山的に増えていくので、どうしようもないということなんですね。そういう意味では一緒なんです。ネズミ山的に指数関数的に状況が悪くなっているということなんです。こちらも何度も出しましたが、ケースシラー住宅ケース、今回住宅バブル崩壊が本当に起こりそうだと、住宅ローン延滞をしていると、にもかかわらず、そういう人がたくさんいるにもかかわらず住宅価格はまだ上がっていると、リーマンショックの時もですね、凄まじい住宅価格のバブルだったんです。それよりもですね、さらに今超えてるんですね。これ途方もない不動産バブルだということです。これはまあ住宅ケースでございますけれども、商業用のオフィスとかですね、そういうことも基本的には同じようにですね、バブルは膨らんでいるということです。これが弾けたら終わりだということですね。で、なぜ不動産バブルが起きるかということなんですけれども、これはですね、もう資本市場の根本的メカニズムなんですね。金融市場と実体経済をつなぐですね、この真ん中にですね、住宅ローンというのがもうあるんですね。あるというか、実際そうなっちゃってるんです。お金というのは、信用創造だと何度も説明してきましたが、これは要するに借金ということなんですね。つまり誰かに借金をさせないと経済発展しないというのが、今の資本主義なんですね。いいとか悪いとかではなく、そうなっちゃってるということですね。住宅ローンが最も市場が大きいです。最も大きいです。日本の高度経済成長も結局は不動産バブルでしたよね。不動産バブルに金融市場がくっついていくことによって、急激な経済発展が起こるんですね。起こるというか起こせるんですね。なのでみんな同じことをやっていると。中国もやったと。アメリカもずっとやってると。じゃあ日本の不動産バブル弾けましたよねと。まだ中国は弾けてませんが、今まさに弾けようとしていますよねと。ついにアメリカも弾けそうですよねと。これはもう自然の摂理ですから、
ただのバブルですから、これ弾けるんですね。まあ日本の不動産バブルが弾けた状況が、と同じことが世界中で同時に起こると、次はということなんですね。なぜならば、住宅ローンを使ってですね、借金をさせて経済を回してきたというのが、今の資本主義なんです。そもそもお金はですね、万年筆マネーだと、これももう定期的に言っております。わからない方はですね、ぜひご理解いただきたいんですけれども、これイングランド銀行がですね、彼らのレポートの中でこう言っています。銀行が預金を受け取り、それを貸し出しているというよりは、むしろ銀行の貸し付けが預金を作り出しているのだと。ちょっとこれわからない人まだ多いんじゃないでしょうか。つまりこういうことなんですね。A さんが銀行に100万円預けています。銀行は B さんに100万円を貸し付けましたと。でも、よく考えてください。A さんも B さんも100万円引き出せるんです。つまり、200万に増えたということです。これが信用創造ということなんですね。お金って増えるんですかということなんですけれども、増えるんです。銀行にですね、取り付け騒ぎという言葉がありますよね。みんなが一気にですね、銀行にお金を取りに行くと、そんなお金はありません。つまり、銀行は潰れるということなんです。みんなが一気に取りに行かない、たまたま、取りに行かないから、世の中が回っていると。でもそれがですね、おかしなところにですね、たくさんお金を貸したりすると、バブルになって不良債権になって、後でバレると。それが、昭和のバブル崩壊とかだったわけですけれども、それが中国やアメリカでも今起ころうとしていると、お金は増えるんですけれども、増えたものをですねみんなが一気に取りに行くと返済してくれと言うとそんなお金はないということなんです。お金は所詮紙に書いたもの、別にお金が食べられるわけでもありません。実際の価値というのはあくまでみんながそう信用しているだけなんですね。だからバブルが起こるんです。誰かに借金させないと経済は発展しないんですね。だから返せない人に借金をさせるようになってしまったんです。これがバブルの原因です。中国は今や GDP の何十倍も借金をしている状態です。これはどう考えても返すことはできません。しかし、中国に最もお金を貸しているのはアメリカです。ということで、中国のバブルを崩壊させられることができませんというのが今のアメリカです。なんか米中新冷戦とか喧嘩しているようなふりをしていますけれども、本当のところはアメリカは中国を潰せないんですね。中国を潰すのはもうアメリカ簡単なんです。中国共産党のドルのメイン口座を封鎖すればいいんです。中国、終わりです。でもそれはアメリカもできないんですね。そうやって、借金を明らかに返せない人にお金を貸しているというのが今の状況。だからバブルが起こるんです。今日は住宅バブルの話ですので、もう一回リーマンショックということをですね、少しご説明したいんですけれども、リーマンショックの時にですね、合成 CDO というのがですね、世の中に生まれたんですけれども、これは不動産担保証券にデリバティブを混ぜて何十倍にも水増しされた金融商品と、100歩譲って不動産担保証券は不動産に関する実体経済に関するものですけれども、デリバティブというのはですね、当時本当に悪質にですね、膨らみすぎて何十倍にも水増しされたというこの合成 CDO というのはですね、ほとんどただの博打の商品になっていたと。何十倍も水増しされたんですから、水増しっていうかほぼ水になっていったということですね。デリバティブというのは、この合成 CDO の中に入っていたデリバティブというのは、不動産証券の破綻に対する超反博打だったんですね。CDS と言われるような、破綻する破綻しないっていうそのものが、金融商品になってしまい、それが不動産担保証券に混ぜられて、わけのわからないぐらい膨らんでしまったということなんです。で、金融業界は、バブルを崩壊、バブルの崩壊が起こったわけですよね、リーマンショックで。でもそのバブルの崩壊を、さらに大きなバブルでごまかしてきたと。で、そのごまかす中心が今や FRB、政府、はてなと書いていますが、まあ FRB は政府ではないんですけれども、中央銀行、
まあ、本当は極めて公的な立場である、ほぼ政府のようなところがですね、バブルの中心になっていると。バブルというのは要するに嘘だということですね。世界の中心がまあ嘘だということですから、もうこれは何をやっても無駄だということです。この根本を直さないといけないということなんですね。日銀とか FRB がやっている金融緩和の副作用が今出ているということなんです。これを図で示すとですね、昔はですね、こう経済全体があった時に、まあ、どちらかというと労働所得の方が多かったと、不労所得、金融金利みたいなものより労働所得の方が多かったと、まあ、これが健全です。今や不労所得の方が大きくなり始めていると、どん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 労働所得が減っていると、これ要するに金融経済がバブルで肥大化しすぎたんですね。でも実体経済は地球明らかに1個しかありませんから、実体経済の大きさはですね、そんなに急激に増えないんです。その中で金融経済だけが増えているということで、実体経済を押しつぶしているという状況です。なので金融緩和をすればするほど金融バブルが起こって、結果働いても働いても豊かにならないと、一般庶民の生活を壊すようになってしまったと、これを変えなければならないと訴えているのが私たちオリーブの木、政党でございます。で、どうすればいいのかということでございますけれども、毎日の動画の最後に、いろいろ書いてある中にですね、金融資産課税とベーシックインカムと書いているんですけれども、要するにですね、これ今労働所得の方にお金が回らない状況になっていると、こっちで金融バブルだけぐるぐる回っているということですから、こっちの金融バブルが起こっている金融セクターからですね、こっちの労働市場、労働所得の方にですね、こっちからこっちにお金を移動させるということが必要なんですね。そのためにですね、まあ、いくつかやり方がありますけれども、私たちはこっちからこっちにお金を移動させるというためにですね、一つは金融資産課税と、バブル、かっこ嘘に使われているお金を社会のために使うために課税すると、こっちに課税すると、金融資本家に課税すると、そして、ベーシックインカムと、労働者の方にお金を流すと、で、公共事業を増やすとですね、新しい利権になって、全然庶民に行き渡らないということですから、もう直接庶民に配れということなんです。それをして一旦この歪みを取り除いていこうというのがですね、私たちの政策でございます。日本の個人金融資産は1883兆円ぐらいあります。大企業の内部留保は475兆円ぐらいあります。これらにですね、これらの金融資産に課税すればですね、年間30兆円程度の金融資産は課税はですね、財源は作れるということです。消費税がですね、所詮17兆円とか19兆円とか20兆円いかないぐらいですので、消費税トータルよりもですね、たくさんの財源を金融資産課税ならば作れるということなんです。そうであれば消費税も下げていけるし、年間毎年全国民に30万円ぐらいベーシックインカムを配ればいいんじゃないかと、そのように我々は訴えています。まあなんだかんだ全国民10万円もらえてですね、助かったと思うんですね。これが30万円ならばですね、まあ、相当助かると思います。相当助かるということは実体経済が回ると、景気が良くなるということですね。で、所得合算にしてですね、高所得者の方からは課税して戻してもらえばいいので、実際全員に30万払う必要はないということです。なのでこの金融資産課税とベーシックインカムをですね、組み合わせればですね、実は、金融資産課税されてもですね、賢く運用すればですね、景気がいいんですから、また所得が入ってくるということでですね、資産は減らない、むしろ増えるということなんです。お金は置いておいてもですね、経済というのは回っていくから GDP が増えるんですね。それは計算式はそうなっていますから。ということで、やっぱり GDP は伸ばさないといけませんから、経済は回さないといけない。ということで、金融資産をただ持っておいてですね、内部留保っていうのは留保しているだけですからね。使い道がないのに将来が不安だと思うから置いていると。個人金融資産も同じですよね。なんだか明確に使い道はないけど将来が不安だからみんなが置いていると。それをですね、ちゃんと、政府と、民間、人々がですね、合意をしてお金をちゃんと回していくと。そうすれば景気が良くなって結局みんなが助かるということなんです。
はい、本日の解説は以上でございます。今日は、金融資産課税やベーシックインカムの説明を少し、させていただきました。毎日毎日我々が言っているのは中央銀行制度の抜本的見直しが必要だと毎日訴えております。これはつまり信用創造する権利の民主化が必要なんだと。この信用創造ということをですね、これはお金の本質でございます。なかなか難しいのですが、ぜひこれをご理解いただきたいです。今日言ったようなですね、具体的な話が過去動画にたくさん上がっていますので、ご興味を持っていただいたらキーワード検索をしてご覧になってください。よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。講談社より2冊目の本が出ています。こちらもまだまだ絶賛発売中でございます。ぜひよろしくお願い申し上げます。オリーブの木、朝霞市議会議員の富山真紀議員の富山木チャンネル、1期生の1期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう、一緒にやっていきましょう。